はいどうも、なおちんです。さあ今日もゼルダの伝説をやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日はこいつと戦いますね。グリオーグです。今回から出てきました強敵になるんですけども、苦戦してる人多いと思います。俺も苦戦しました。で、簡単に倒す方法がありますので、それを今日紹介します。そのためには一つ装備が必要になるんですけども、これです。縦にロケットをつけたやつですね。これがあると序盤からでも倒すことができます。では早速やっていきましょう。ちなみに装備ですけども、ファントム一式、そして重心の弓で、武器はマスターソードでいきます。マスターソードには何もつけてませんね。で、初手が大事です。初手で、敵の頭、三つともにヘッドショットをやって、ダウンさせましょう。これがね、かなり重要です。OK。ダウンしましたらば、まあ、とにかく攻撃です。強い武器だったら、まあ、なんでもいいですね。どんどん攻撃してください。で、敵が、起き上がります。起き上がったらば、盾を構えて、こっちは上に上がります。んでもって、ヘッドショットで、こいつを、ダウンさせます。今のはちょっと近くすぎたね。ギリギリまで弓打っていきましょう。これちょっと重心の弓なんで、早く倒せると思うんですけども、まあまあ、それは、弱い武器でも大丈夫ということで、見ておいてください。で、盾、ロケット一回使うとなくなります。なので、何個か、ロケットの盾を準備しておくといいですね。で、また同じく起き上がったら、こっちはロケットで飛び上がります。で、ヘッドショットをしていきます。今回はまた地形な、俺。OK。はい。で、ダウンさせまして、倒しました。はい。結構ね、普通に戦うとかなりめんどくさい敵なんで、この方法で倒してみてください。めちゃくちゃ簡単ですよ。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。